皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回はこちらの新作フリーホラーゲーム、デス・イン・ザ・ディープをプレイさせていただきたいと思います。それで今回はどういったホラーゲームなのでしょうか？説明が出るみたいだから読んでみよう。なるほど、古い学校で失踪事件があって主人公はそれについて調べるのね。調査系ホラーか。始まった。古い学校って、絶対何か出るでしょ。うん、この雰囲気間違いなく出るだろうね。2階もあるみたいだけど、とりあえず1階から調べてみましょっか。主人公こんなところによく一人で来れるな。確かに、私だったら1000人くらい友達連れてこなきゃ無理だわ。それは多すぎでしょ。この部屋は何もなさそうだ。あ、鍵がかかってる。怪しいですね。鍵を探せばいいのかしら。この扉の先に真相が眠っているに違いない。お？トイレだー。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 ただのトイレで喜びすぎでしょ。だって最近のホラーゲーム、全然トイレないじゃん。だからって発狂するほどじゃないでしょ。君にトイレの何がわかるって言うんだ。すみませんでしたー。ちなみに私は2番目のトイレが好きかな。うん。他の場所も調べてみましょうか。教室だ。鍵は見当たらないわね。さすがに簡単には見つからないか。この教室にもなしと。次は2階だね。ありませんな。黒板みたいなのに何か書いてあるよ。今晩の献立かな。メモみたいなのもある。うん、どういう意味だろ。ロックがかかっていたのにもかかわらずそのバスルームで生徒が失踪したんじゃない？ほほう。つまり我々がゲーム序盤に発見した軟禁状でロックのかかった扉が失踪事件の起きたバスルームなのね。それでさっきのメモによると学校側が対策としてバスルームに入れないように扉にロックをかけたのにもかかわらず生徒が消え続いていると。この学校には一体何が。墓地の跡地に学校建てちゃったとか。あ、扉が一人でに。やっぱりお化けとかいるんじゃないのこの学校。これは鍵見つかりましたな。早速調べに行きましょうか。バスルームは下の階だ。向かう途中に変なのと出くわさなければいいけど。怖いこと言わんといてー。到着。それじゃあ開けよっか。誰かいますか？あ、もう、こんな時に限ってトイレの扉が閉まってる。これ開けるのに勇気がいるやつだ。一つ目はクリアね。こういうのって大体最後がヤバいんだよね。二つ目クリア。いよいよ最後の扉だ。もう帰ろうよ。ここまで来たんだから調べなきゃ。ひ、今電気が動かなかった。誰かトイレに住んでるのか？電気動かすの。仕事熱心な主人公だ。お。誰もいないみたいだけど。じゃあさっきのは何だったんだ？気のせいだったんだよ。気のせいか？うん、もう帰りましょうよ。何もないんだったらどうしようもないね。帰ろう帰ろう。ひえ、今の音は？確認するの。これも仕事だししょうがない。主人公度胸ありすぎでしょ。それじゃ行くよ。わー、逃げてー。なんだ、なんだあいつ。早く出口に。しっかり来てやがる。
れ？出口塞がれてるのー。小屋参ったな。非常口を探せだって。非常口？どこにあるんだろ？早くしないとあいつが来ちゃうよ。あった？きっとあれだ。なんで非常口も開かないのよー。ここを開けるために何かアイテムを探さないといけないみたい。あの化け物のところに戻るのだけは嫌。そうは言っても非常口を開けるためのアイテムを見つけないとだし。近くにでも落ちてれば助かるんだけど。あ、あいつ2階にいたよ。ってことは1階は安全だな。今のうちに1階を調べましょ。ダメだ、それらしきものがない。もしかすると2階にあるのかも。心臓止まっちゃったじゃないのよ。今の不意打ちは怖すぎるよ。そう、リベンジだ。今度は2階を調べるよ。ってあいつ来てるよー。あかん。右、右。そっちから来るのかー。お？まだ来てるー。危なかったー。今横切って行ったわね。ほ？もしや。これが非常口を開けるためのアイテム？よっしゃー。あとはこのバールを持って非常口まで行ければ。頼むからあの変な化け物出てこないでくれよ。いける。よし、大丈夫そうだ。これで脱出成功かしら？だと思うけど。てー、まだ続くの？続くみたいですね。絶対ヤバいやつじゃん。生きて帰るのが難しそうな気がしてきたぞ。ここはどこなんだろう。出口にロックかかってるしさ。この扉は開くのね。これ何の装置だ？特に何もなさそうだけど。他に道があるのかね。あれま。さっきまで閉まってましたよね。ここは下水道？ぽいね。臭そう。今度はなんだ？この肉片ってもしかして。生徒のだね。髪が落ちてきたけど。冷え。次は用務の番だって。なんでさ。ここって例のトイレの真下か。わあ。やばい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 。あいつだけやがった。逃げろー。出口どこー？まっすぐだよ。脱出できた？まだ続いてるよー。お、追いつかれたのか。あとちょっとで脱出ぽかったのに。悔しい、リベンジだ。あいつが出現したらすぐ逃げないとダメね。うん、今回は出口もわかってるし行けるはずだ。あれ、出られないぞ。まずいよ。よし、動けた。急げー。第一関門突破。問題はここからだ。間に合ってー。よし、行けるぞ。助かった。どうなったんだろう。この間が嫌だな。お？脱出できたっぽい。やったー。あ。やあ。え？もしや。終わったー。まさかの死亡エンド。助かったと思ったんだけどな。ダメだったね。あの怪物近くで見るとますます不気味ね。あんな腐ったトマトみたいな顔してたんだね。結局失踪した生徒たちはあの怪物に食べられてた。ってことでいいのよね。そして主人公もあの怪物の餌食に。シンプルなゲームだけどすごい怖かった。フリーホラーゲームでここまで怖がらせられたのは久々だよ。だね。ということで今回はここら辺でお開きとさせていただきたいと思います。
またこういったホラーゲームをプレイしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、動画への高評価いただけますと幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。